当にすいません。クワンおめでとうございます。クワンのたーたー助けにいつも来てくれてありがとう。クワンのくーくーくじけた時は私がそばにいます。クワンのわー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 私はランニングの人です。たくあんのんーと遅くなっちゃったけどお誕生日おめでとうです。おめでとうございます。私から聞いといてごめんなさい、遅くなっちゃって。もし4月にお誕生日の方いたら今ここで教えてください。まだスケジュール帳に書かれてないよって方いらっしゃったら、あのこちらの終わった瞬間にですね、このスケジュール帳がパッと目に入りましてですね、チラチラっと見たらですね、おっとおっとおっとってなりましてね、はい。なのでね、4月ね、明日お誕生日の方いらっしゃるんですけど、あ、そうですね、22、23、24、25、26は書いてます。でも27、28、29、30は書いてないんで、なのでまあちょっといたらまた教えてください。さっきお誕生日って言ってた人いたよ。マジ？誰？もう一回言ってください。もう一回言ってくださいあ、待って、たくあん、タワー、これタワーですか？もしあの2本ねえ、私のせいなのになんでそんなこと私が悪いだけなのに。ちょっと2本は特にダメだって。お兄さん、兄さんありがとう。じゃあどうしよう。じゃあハッピーバースデー歌うね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリーは、たくあんって読めないけどたくあんハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう。他にも誕生日ないですか？誕生日今日の方全員おめでとうございますおめでとうございますっていうね、ちょっとすごいあのこんな感じで急にショールームをつけてしまって本当にごめんなさい。初めてこんなことしてごめんなさい本当に。でも皆さんのことも平等にこれからお祝いしていくので待っててください、自分のお誕生日までっていう感じで終わるね。いない？本当にもう今日誕生日違うの、特別枠とかそういう特別とかじゃなくて私のせいなのこれは。だから私のせいです、私が今日やるの忘れちゃってたから。はい、そうなので皆さんのことをもちろん平等にこれからお祝いしますので、私から聞いてるからね誕生日だから。ということでじゃあ終わって大丈夫かな。うん、こちらこそごめんね、おめでとう。それではみんなバイバイ、バイバイ。